こんにちは、シーバードです。今回はクルーズマニアックサウンドのエフェクターをお借りしてまいりました。このクルーズマニアックサウンドなんですけれども、僕のイメージとしてはですね、非常にこだわったギターとベースを作っているメーカーさんだというふうなイメージがあって、使ってる方々もめちゃめちゃこだわっているプロの方々というふうな感じがします。ちなみに私シーワードはですね、一度もこのクルーズマニアックサウンドのギターやベース、あとエフェクターも鳴らしたことがありません。ただですね、動画で見ていると本当非常に鳴りのいいギターだなと、見るからにですね、鳴りが良さそうな木目をしているなというふうなギターが多いというふうな印象をですね、私は持っております。今回初クルーズマニアックサウンドということで非常に期待しておりましてですね、お借りしてきたのはオーバードライブ。ギターエフェクターのベーシックなところになると思いますので、クルーズマニアックサウンドがどういうふうなこだわりを持ってオーバードライブを作っているのか鳴らしていきたいと思います。つまみはシンプルな感じで4つ、トレブル、ベース、そしてゲインとアウトのレベルですね。Thank you.